にちは。やっほでお話しした今年やり残したこと、それはこのショールーム配信のイベントのお礼と、地並べのねお礼ができていなかったので10月11月のお礼をねさせていただこうかなと思っております。で、地並べのお礼は、まあ、今すぐ結構そのできそうなんですけど、ウォーカーも今日やりたいって思っていて、超重大が今年あったんですけど、ちょっと超重大に関しては、今日ではなく、年始のどこかでちょっと特別配信という形でさせていただけたら嬉しいなと思っております。まきちゃんとてもね書くこと読むことが難しいちょっとやばい人間なんですけどはい、ちょっとね羊が今回は遊びに来てくれてるので、そう今日はね自分の部屋でカラオケねルームがあるので自分のお家にということで、まあ今日はね、ここでやってるんですけど、そう、読み書き、日本語の読み書きがね難しい、やばい人間なので、しなるべも昨日ちょっとお仕事のね仕事納め終わった後に書いてたんですけど、やっぱり夜遅くなってしまってあれがまだ終わってない、ウォーカーの俺が書ききれてないっていう状態で今こういう風になってるので、書きつつやりつつこういう風になりつつお礼しつつっていう感じになるので、より可愛くなったで嬉しい、やったこんにちは。で、そうなので頑張るぞおこんにちは。そうで、まあ今日、まあ、その年末大都合盛りということで大晦日、はい、ツイート見てくださいましたか？ぜひ見てくださった方は「あそうなんだ」とかコメントとか「いいね」リツイートリポストよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、今日一番最初に1時半頃から七並べのお礼とかやろうと思ってるんですけど、その間に何をするかというと、今年初めてそこから、全く、あと一文字っていうことでやり残してた文字をやろうと思います本当にあと一文字であと一文字って言って誕生日にやろうと思ってたんですけど、誕生日やり忘れちゃってて、じゃあ今日かなっていうので、今日大晦日なのでやろうと思います。はい、てなわけで書いていきます。今エクスボロします、ありがとうございます。ちょっとねここにね危険物が入ってるので見せられないんですけどあれですね、みんなが思ってる危険物は包丁でしょ。違うよ、そんな危険物じゃない、もうちょっと優しい危険物です。優しい危険物とは初めて聞いたんだが、どっちが新しいペンだかわかんないいや、なんか実はねペン
のインクがどっち？あれ2本買ったんだっけ？3本買いました。あれ3本買ったの、うん、これ中でしょ。まあじゃあ2本とも新しいのかな。書いてったら分かるか。閉じちゃった、ごめんなさい。めでたいさんとゴーゴーさん、ありがとうございます。私さ、昨日からね、肘が痛いんよね。びっくりんご。こんにちは。嬉しい、ありがとうございます。やったー、 Thank you very much。あの今年も1年でありがとうございました。またよろしくお願いします。でのわけで、字を書いていきます。もうねこれはね早速バババッと書いてシャシャンと終わります。最後の一文字皆さんお分かりでしょうか。はい、うんです。で考える学習帳をこれね、私が多分そのぐらいの時に使ったかな。小4とか小3とかそのぐらいじゃない？一番使ってるの。国語の授業で使う考える学習帳。でここにね書いてたんですけど。最初ラーメンみたいなの書いてみたり、まあ、いろんな思い出がありますね。なんでここにポリスって書いてあるのかわからないけど、なんかいろいろ書いてあったり、まあ、あのもうちょっとね練習するあの予定だったんですけど、約見開き2ページで終わりました。すごい。最後ここです。見開き2ページで終わるノートなんてある？うってね難しいんですよ。なんか簡単そうに見えて、いやよく使うじゃないですか、うんとかって。いやめっちゃ難しいんですよ。バランスでもなんか、いやうんを綺麗に書ける人って尊敬する。マジすごい。見てこんな感じ。まあ綺麗。自画自賛。まあ綺麗に描けるのでいきまーす。いきまーす。そうですね。やっぱ12月といえば。大晦日といえば、まあ、年越しそばだったりするんですけど、それだとうが入らないじゃないですか。こたつでみかんを食べるにします。いやなんか最近ねびっくりだよね。夏だ、海だ、スイカだって書いてあるので、そう、文章でね、空はさ、センターサイン、花は誰でも咲こうやって書いてある。そう、だからちょっと短めに、あの、文章ではなく締めなのでね、長たらしくならず行きます。
ぜひぜひのおきちゃんがね出演してる回にぜひ来てください。ひょーん、はい、一旦開けました。今日はこのね空白の欄に、これみかんだから、空白の欄に壇上のね1位2位3位のことを、はい、表彰したいと思います。こんにちは。です。でね、まあ、はい。本当に皆さん、1年間これ本当にいろんな思い出がありましたね。いよいよ私も本当にありがとうございます。こんにちは。はい、字が書けました。忘れないうちに、うちに膝だけ書いておきます。あ、本人映像だ。すごい。久しぶりのねカラオケ配信な気がしてちょっとねドキドキなんですけど、で次にやらなきゃいけないことは今日の、タワーの絵を描く。おお書くんだけど、ちょっとね、まあ、ババッとなるべく早めに書くと書きたいです。明日見に行きます。嬉しい、新春グッズも、やった、嬉しい、ありがとうございます。マフィのね新春グッズめっちゃねスタイルよく写ってると思うのでなんかめっちゃあの衣装めっちゃ長く見えたんですって言う自分で。そうだからそう言っときます。はい、みんなぜひゲットしてみてね。よろしくお願いします。で今日はこの色でね描いていきます。いや嬉しいことを言いますね、ミラーさん。そんな褒めても何も出ないですよ自信なしです新春グッズね、なんか可愛く写ってるなっていう風にのっちゃんは私は思いました。なので皆さんぜひゲットしていただけると嬉しいです。ゆくだ、ゆく、あーそうだね、もうゆくのか、ウサギは行ってしまうのか、なんかあれ、なんかすごい違和感。いや、ゆくとなだったじゃん。
なんだかね悲しいね。うさぎ行っちゃう。さよなら。こんにちは。うさぎさんバイバイだね。では書いていきます。よいしょ。いけるかも。いや、いけないかも急に自信なくす。なぜなぜ。うまくいくかも。うん、多分いける。絵をね、あの今ゆっくをね描いてたんですけど、ちょっとね不安だったんですけど、いける気がする。こんな感じ。まあまあ。いいんじゃない。いやー、クマが無理かもしれない。ウィニーがプーみたいな状態になるかもしれない。このクマうまく描かないとやばそう。もうほぼそう見えてきたんだけど行けるかな。あ、やばい、見て、それにしか見えなくなってきたどうしよう。回避できるかな。あ、できそう。そう、クマちゃん、クマちゃん、タワーのね、これを今描いてるんですけど、絵を描いてるんですけどね、ちょっとタワーのお礼を今書いてる最中に皆さんにちょっとお願いしたいことがあって、第70回のしなべべの総合順位と第71回の総合順位が知りたいでござんす。なので皆さん調べていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。まぴちゃん分かんなくなっちゃって、なんかちょっと変なクマになっててびっくりなんですけど、嫌です。この絵、これが世に知らされるのは絶対に嫌です。無理なんですけど、皆さん本当にぜひもしよろしければ調べていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。第71回と第72回のお礼です。あ、そう、第71回と第71回のちょっと例で出しますね。いつもここに書いてる10何位とかそういう順位なんですけど、総合順位が分かんなくて、そう、今回その総合順位がわからないのでちょっと教えていただけると嬉しいです。
ろしくお願いします。こんにちは。うん、やばい、ウサギ本当にちょっと無理かもしれないいや、クマ自体がちょっと怖いんよもうね、あの目がね、黒くなっちゃってそのおかげでね、怖い。あとね、なんだかね、ものすごくウサギも怖い。なんでだろう。あれかな。あ、ウサギうまくいくわ。うまくいった、うまくいった。ちょっと気色悪いわ。見て、目が真っ黒。でもまあなんとかなるじゃねって感じ。では色塗るよ。いや、このね、短い時間ってどれだけ早くうまくいけるかっていう練習だよね。そうそう、練習練習、そういうことにしといてください。クマの色はそこまでつけなくていいから、うまい。え、嬉しい、よかった。初見さん、たくさんのアピのルームに来てくださってありがとうございます。14歳です。中学2年生です。こちらもフォローボタンをよろしくお願いします。 Thank you for coming my showroom. My name is Nopin. I'm 14 years old andPlease push this hot 10 and turn pink. よろしくお願いします。まあまあまあ、なんか面白いすごく楽しい絵です。あの、もともとの今の画用紙 の色が若干暗いから、こんな感じ。あ、体塗んなきゃうまく生えない。この子も縁だけ塗るか。下クマっぽくなるか。人間、僕人間。急に見て、縁だけ塗るとやっぱね、全然違うね。いい感じにクマに見えてくるわ。さすがナーピウマ。自分で言うのもなんだけどさ、やっぱさ、自分で言うの大事だからね。
自分で自分のことを褒めるのは、ね、大切なことだからね。はい、ということでこんな感じで完成しました。色塗りがね、あの絵を描く時間よりもやっぱりね早いですね。いい感じで、必要必要で、あと年越しの年なんとか年忘れ花火なんてあんの。年忘れ花火と年越し花火と年越し花火がある。これかな、年忘れ花火ですね。年忘れ花火はこれはね難しい。あ、そういえばみんな分かった、あの10月分と11月分の下並べの俺なんですけど、総合ランキング何位だったか分かりましたか。すいません、わからん。あー、ごめん、ありがとうございます。もし他に分かる人いらっしゃったらありがとうございます、調べてくださって。一旦レイアウト、そしたらここにこんにちは、うん、あーほー、久しぶりじゃん、来てくださってありがとうございます。どこ行ってたの、知ってるけど本当に良くない、マフィン黙ってどっか行くなんて。うん、マネージャーさんね、確かにその手はあり、何も分からんか。ちょっとね、たまたまね、あの見つけちゃったんです、そう知ってる。そういうのはね禁止なのでやめてください。一回ナンピ押しになったら他の方向に行っちゃうのはダメですよ。ナンピ沼にもうハマっちゃってる状態なんで。そんなストーカーみたいな失礼だわ。たまたま流れてきたんですよ。なんかちょっとキレてるし、流れてたんですよ。そう、なんとかっていう X とかはちょそういうやつで、
これではね、ね、ありがとうね。あ、え、ブルームズありがとう、嬉しい。なるほど。ありがとうございます。じゃあ多分そこで行きます。22位と24位ね。ありがとうございます。みんなはね、絶対そういうことしちゃダメだからね。そういうことした時点でもうマーティー怒られるの確定でした。いや、たまにね、なるんですよ。ファン同士でここで会話するの、まあ、楽しいからいいんだけどね。もう怒りはせんから。では、パンにね、もうね、すでになってるので37分なので、結構ね、まあいい時間ということで、では、これをね、させていただきたいと思います。テロップ入れます。あ、18月じゃない、危ない危ない。あ、やばい、この体勢きつい。10が経つじゃないよ。10月の1、あー1、諦めることはない。メイドさんなんですけどね。そう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 。あれ？マジじゃねこれ。今日ママピおらんわ。しかもあなたのママピじゃなくて私のママピだから。うん、そう、ミートさんと羊さんが今日はいる。こんにちは。はい、では書いていくぞ。書いていくぞというか、で、70回なので22位ですかね。では行きます。あ、皆さん、これはね、最初に言っておきますね。今回3巻と、
さんと、とかを撮ってる方はですそんな、そんな、そんなさんかんとか撮ってる方はリクエスト制でリクエスト制で曲を受け付けます。なんですけど、知らない曲とかだったらない曲とかだった場合は一回聴いたきりなので、多分ほとんど歌えないんですけど、まあ 20% ぐらい歌えたらいいねぐらいなんですけど、サビとかはねなるべく歌えたらいいんですけど、まあそんな感じで、なりますので、皆さんご了承ください。参加取ってる方は10位以内の参加の取ってる方とかはもしいれば自己申告お願いします。私も把握しきれてない場合がとてもございますので、はい、お名前は何ですか？おろくずのはのぴと呼んでください。よろしくお願いします。のぴです。はい、結局、はい、歌います。歌うんですけど、一回ちょっと曲をね聴く時間が必要なので、はい、すいません、お願いします。では、いきます。じゃあ、100位の方からいきます。見えにくいのかな、とりあえずいきます。100 is カリコさん、おしさん、ありがとうございます。99 is 2022 6月22日さん、ありがとうございます。98 is おいきいさん、ありがとうございます。97位、塩田さん、ありがとう。96位、しおりんさん、ありがとうございます。95位、森尾さん、敵ありがとう。94位、アイテムさん、キラキラありがとうございます。93位、ジョジョンピーさん、ありがとうございます。92位、プーライさん、ありがとうございます。91位、ヤマさん、元気ありがとう。20位ライク100位の方、ありがとうございます。この方々はちょっともう一回やるわ。待って、必ず忘れてた。さよならっきょさよならっきょって古い？ちょっと古いか、古かったらごめん、あんま気にしてないけど。やんなきゃいけないことがあったの。あいた、やんなきゃいけないことがねあって、あ、ちょっとね事件発生かも。意味してない。20分、私はいつでも追いついてるよ。だから今日ママピーいないって
メイドさんと羊さんしかいないです。はい、こんな感じ。司会になってちょっと写真を撮りたかったの。これまだね、トナカイですね。10月はコスプレなので、これはコスプレじゃないけど、続いては80以内のですね。あの、こんなのんびりやってて良いものなのだろうか。絶対に良くないと思ってきた。ラギですね。あ、そうそう、綱があります。いいでしょ、一緒に歩けるでしょ。私よくこれで歩いてるよ。いつものペースですやめてください。91カンパーカティニーさん、んありがとうございます。98位、あ、間違えた、89位、なりさんありがとう。88位、あきおひとりぼちさんありがとうございます。そんな悲しいこと言わないで。87位、つしゃむんさんありがとうございます。86位、なこちゃんにさん、ありがとう。85位、島田りあさん、ありがとうございます。84位、MTKDTDN、ハッシュタグ8さん、ありがとうございます。83位、RYD さん、ありがとうございます。82位、リットちゃんさんありがとうございます。81位、ドキギョロイ連合さん的ありがとう。私は忘れっぽい人です。22位と書くのを忘れてました。はい、ありがとうございます。カラオケなのね、カラオケです。はい、ありがとうございます。私はまだね、15歳になってないので9時までできません。ダメー。ちょっとうざい。78位、カイさん、敵ありがとうございます。77位、レインボーおめでとう。浜かもめさん、敵ありがとう。76位、タンヤンさん、敵ありがとうございます。なんだって、あー、そうそう、びっくりした。9時までできるのって書いてあった。9時までやりたいよね、できるなのね。75位、ゆうさくさん、的ありがとうございます。74位、いのいのさん、的ありがとう。73位、TNPBB さん、ありがとうございます。72位、りのちゃりさん、的ありがとう。71位、ひよし SR さん、ありがとうございます。はい、皆さん、天気ありがとう。Thank you very much.
った。うん。そうね。ごめん。私もね、この後ね、やんなきゃいけないことがまだまだあるのでね。あるので。みんな、お願い事をしてもいい？ちょっとさ、ダメです。悲しいぞ。画面に近いとね、全体が映んなくなっちゃって。なんかね、いつもより難しいんだよ。なんだか遠くないとね、ダメなの。ごめん。そうなの。本来ならね、このぐらいにしたいんですけど、あ、いけるか。ありがとうございます。ありがとう。お願いによります。いや最近この1年だしちゃんと寝れたっていう実感が湧く日がなくて、数えても本当に 1,2 回しか思い出せないぐらい寝れたっていう日がないので、ちょっと年始ちょっとね、年末まで本当に昨日も寝れなくてあれだったの、年始もうどこかでゆっくりお休みできる日があったらいいなって思ってて、ちょっと皆さんそれをちょっとお願いしたいです。なんかね、記憶力低下って言うじゃないですか。記憶力向上したんですよすごくない？なんか今までめっちゃ寝てたら何とは言わないけど、記憶力が悪くてできなかったですけど、なんかめっちゃ記憶力向上してて、そう、いやすごくない？睡眠でもね、睡眠削ることは本当に良くないことだから良くないんですけど、どうなんだろうね。そうそう、元日公演終わったらちょっとねゆっくりしたいなーっていうふうに思ってるんですけど、ゆっくりできるかな。なんかそう、やること、今日やらなきゃいけないことは明日の練習と、まあ明日のそのやっぱね、エラさんが多分いつも望んでるそのツイートの準備とか、そのメール、もう私メール書くの本当に苦手で、毎回なんかねすっごい時間かけて作るんですよ。なんかすごい短い文章だったらあれだけど、やっぱね慣れなくてですね。だからその明日のツイートの準備とメールの準備とか、今日のねメールを送ったりとかね、あとまあ今日ね、今日までねいろんなことがあってね、片付けとか掃除とか、そうで、まあ長寿代の準備とか、まあ、いろんなのが、ね、あるから、なんかね、そうどうしたらいいのかね。最近そういう感じだから、あ、皆
を休ませてください。なんか一日そのメールしないとか、おはポピーだけではするかもしれないけど、そういうね日をねちょっと作らせていただきたいなと思います。すいません。そうそう、お休みの日をね作りたいですね。うん、なんかそのもし何もない日があったとしても何かしてるんですよ。メール書いたりとか、まあ、自分のやっぱ技術力とかね低下するのも困るからバイオリンとかもやってるし、その運動することは大事だからちょっと運動したりして、やっぱねあんまね時間がないよね。小学校の時の生活に似てるんですよ。習い事がめっちゃある。それより寝てないからね。はい、楽しみ。ちんちんみちゃんさんありがとうございます。Oh, I can, I can speak English a little.そうよくは喋れないまあこんな感じ。I can speak English, I can't speak English well, so sorry. Okay, a little bit I can speak English, yeahよろしくね。はい、769、スタッカーさん、スタッカーさんありがとうございます。68、ヨープさんありがとう。67、石川先輩さんありがとうございます。先輩。66、オクハおかかごしゆつめさん、どうめいさんありがとうございます。おはこ、おはこかな、おはこれっぱんどうめいさん、おくえつなんて多いわからん。65位、ハリーポッターメガネさんありがとうございます。不思議なお名前の方ですね。64位、うたちゃんさん、敵ありがとうございます。63位、ポッポさん、敵ありがとうございます。ポッポ。62位、いずみやんさん、ありがとうございます。61位、アレクシオスさん、できありがとう。こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。60代の方、70代の方ありがとうございます。では続きまして、ね、楽しいね。続いて60位、たかちゃんさんありがとうございます。59位、しんごあずくるぴよしさんありがとうございます。ピピピ。58位、ひとりさんありがとうございます。57位、もやもやさん、敵ありがとう。56位、エリュルナンさん、ありがとうございます。
55位、しげさん、素敵ありがとう。54位、高橋さん、素敵ありがとうございます。53位、たいめしさん、素敵ありがとう。52位、ひかちゃんまさん、素敵ありがとうございます。明日の本日公演はね、出ますよ。僕の太陽公演に出ますので、皆さん来てね、おいで。そして51位、ラッピーの犬さん、ありがとうございます。アホーン。はい、50代の方、天気ありがとう。ありがとうございます。 Thank you very much. ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。お、ソロぼっち70回が終わるかもです。50位、あきぴさん、ありがとうございます。49位、ちいまるさん、ありがとうございます。ちいかわ。48位、ごろつき猫さん、ありがとう。47位、シスタードラゴンさん、ミスターに戻んないかな、そろそろ。ありがとうございます。なんかごめんね。46位、ピュピピトナピさん、ありがとうございます。ちょうどトナカイ来てるね。すごイエーイ。私は寒くなったりとかね、すると鼻がね、赤くなるんです。あ、待って、22書き忘れてる。こういうとこだよね、忘れっぽいんだよね。もともと忘れっぽいんですけど、そう、ありがとうございます。45位、波動軌道さん、ありがとうございます。ありがとう。44位、 D さん、できありがとうございます。43位、アルフィーさん、できありがとう。42位、しゅうちゃんさん、できありがとうございます。41位、こぶらさん、できありがとう。しゃっ。はい、40代の方、ありがとうございます。 できありがとうございます。こんにちは。続いて30代の方、お呼びさせていただきます。あ、今回ね、多分だけど3冠を取ってるのが4位のデイビッドさんと、4冠取ってるのがジョーカー使うと喜ぶさんと、フォレストのナオさんが3冠取ってるはずなので、その方々は曲を考えて、考えといていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。なんで4位で参加してるかっていうと、10位以内の方で参加してる方がいらっしゃったら、ちょっとね、これをしようかなーって、しようかなーって思ってるのでね、言ったでしょ、書くのも喋るのも読むのもダメなんだって一つ増えたそうです。よろしくお願いします。何ができるんですか。楽器を弾くことですね。
踊れます、歌えます、もう十分です。でも別に頭が悪いわけじゃないよ自分で言うのすごく恥ずかしいけど、いやなんか頭が良い悪いって言ったら良い方なんじゃない、悪くはないから、アウトじゃない、マジ本当にそうなんだから、ね、なんかそう頭悪いよねとか言われるとマジで本当に私の頭がプッチーンってなるかもしれないから気をつけて。いや羊が笑ってても別にいい、羊は私のそのこういう言ってる姿に笑ってるだけだから。ああ、ユモスの学力テストはもちろん上位取るんじゃないでしょうかあ、自分でさこうやって言っといてさ最下位とか取ったら絶対嫌だもん。だからそういう学力のことに関してはあんま触れてこなかったけど、別にそんなねえ最低、ちょっと首にしようかな そうそうそう、いやあかりさんはあれは頭良いスキル、あの頭が良いのであれなんですけどね、いやまあボミスが多いので私勉強に関して、え数学平均点以上、平均点以下なわけじゃないじゃないですか、私がなんか多分ちゃんとめっちゃあいいなって思ったのは国語と英語と音楽が多分めっちゃ良かった。もうです。なんでこんな話をしてるんだい私は。行きます。40位、むすびおんご、イエスありがとうございます。39位、チャリモアさん的ありがとう。38位、JTJ さんありがとうございます。37位、キャトルさん的ありがとうございます。36位マリンライナー75号さん的ありがとう。35位サンライズゆめさん的ありがとうございます。34位ムーンライトコージさんありがとうございます。 Thank you ありがとう。33位シナモンロールさん、これさなんかあれに見えるのよね、ミッピーミッフィーシナモンロールでいい。32位ブルーマさんありがとうございます。本当ありがとう。スーピーフリッイーズアイスクリームサーティマイショーおめでとうございます。キムさんありがとう。はい、30代の方皆さんありがとう。全力を超えたのにありがとう。こんにちは。Yes.
46さんのグループに必ず私一人推しがいるんです。あの一人ずつっていうふうに決めてるんです。乃木坂46さんは2人いたけど、ついこの間卒業シングルを出して卒業されたので、今ちゃんといるのは一人です。あの日向坂さんだと小坂奈さんで、乃木坂さんだと久保史緒里さんで、桜坂だとてんちゃんさんです。てんちゃんさんと、そう、もともとだと斉藤飛鳥さん、斉藤飛鳥さんが最近ドラマに出ていらっしゃった一番の花だったっけね、だよね、あ、そう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 、を見た時にめっちゃ可愛かった。やっぱね、顔ちっちゃと思いました。めっちゃ可愛いね。でもお話し会してみたいですよね。なんか自分が一ファンとしてお話し会に行ってみたいです。のびってそういうことをしたことがないから、そうやってみたい、行ってみたい。行ったらどんな感じなんだろうね、どんな感じで待つのか分かんないから、うん、行っちゃっていくそうそうそう、3期生ね、3期生さんに行くのはねまだ早い。まずはナビちゃんと押してからじゃないと3期生さんには行けない。そう、いや、もともとさ、やっぱさ、アイドルのファンやってたっていう方が多いじゃないですか。そういう期生さんとか3期生さんとか、ドラフト3期生さんとか2期生さんとかも 2.5 期もやって、ね、くるくるはちゃんと乃木坂46さんのね応援をしてて、りおちゃんアイドルになりたいって言ってたりとか、好きって言ってて、あずみもアイドルっていう感じだったから、そう、私はそのアイドルとかはなんかちょっと知ってたし、なんか興味も湧いてたけど、ちょっとって感じ、なんかあーすごいっていうので終わってた人間なんですよ。そう、なんかちょっと説明が難しいかもしれないけど、女優さんとか芦田愛菜さんとか天海祐希さんとか石田美玲さんとか、あの女優さんがとても好きで、あの新垣結衣さんとか、そう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 、あの歌って踊れる女優さんになりたいなっていう風ので、あの芦田愛菜さんをすごく私は尊敬しているんですけどね。そうで、将来はね、女優、歌って踊る女優さんになりたいって思ってたから、そうで、なんだろう、あまりそのアイドル そのいろんなこととか、 なんか詳しいこととかよく知らないまま入ってきたから、なんかものすごくファンの方々とのお話とかもどういう風にしたら皆さんって喜ぶんだろうっていうのをずっと考えてたから、とてもビハインドでしたね。ものすごくビハインドです。やっぱなんか知ってる人とかはお話し会とか行ってたりとかしてると、やっぱ分かるし、しかも 2.5 期だと3人はもう元々アイドルみたいな活動をやってたから、握手会とかもやったらしいし、
なんかお話とかもやってたらしいから、そのなんかよく知ってるし、最初から入った当初からもう当然できるわけじゃん。でもそういうのが本当にない状態で入ってきてるとすごくビハインドでした。だから皆さんがその最初のお話し会の時とかも私戸惑っちゃって、なんかどういう風にお話したらいいのか分かんないから、そうなのに、そのなんかね、やっぱね、その中にはやっぱそういうのを知らなくて会いに来てくださってる方とかもいらっしゃったから、その自分は分かんないから、その分かんなくてあみたいな話だと最初戸惑っちゃったりとかしてたから、そう、まあ自分でもね、あそう、なんか今だったらああできたかもって思ってるけど、最初分かんないから、そう、3人はすごいなって思ってたけど、なのにすごくなんか悪く言われるたりとかすると結構ね悲しいよね。3人はできてすごいみたいな、そう、まあ、悔しい部分ですね、これは。なんかそういうのがあったりとか、ダンスとか歌に関しても他の3人と比べたりとかされると、うん、そのオーディションの頃からずっとそうだったけど、なんだろう、体は柔らかいっていうのはね、その一つの自分の特技としてあったけど、やっぱ踊りをすごく上手に踊れるかって言われると、なんかまだまだだったし、クラシックとかそういう系の音楽だったので、ヒップホップとかそういうアイドルソングとかの曲をのリズム感とかが分かんなくて、そういう風にそれをなんか そもそもそんなにそれと知らないから、なんかそのこっちやってたから、そっちのリズムでやってるとなんかちょっと違うんですよ。だからリズム感いいでしょって言われると、そういうわけじゃないよってなるんよね。そうだからなんか、やっぱね、なんかその入ってからも SDU 入ってからも、やっぱ先生とかにそこ違うっていう風に言われることが多かったし、なんかね頑張ってるんだけどね、やっぱ 今でもそうだよね。ね、歌とかも頑張ってるけど、やっぱね比べられちゃうとねダメよね。なんかなんだかね、まあその比べるなら 2.5 期と比べるんじゃなくて3期生さんと比べてください。本当に同じような条件で入ってるから。3期生さんとはそうアクターズっていう名がちょっとついてるから、なんかそういう風に見えないかもしれないけど、私も大していないので。いやなんかちょっと言い方が良くないね。アクターズスクールにそもそも入って半年でいなくなってる人なので、そういや、その最初から私のことを知ってくださってる方とかは今の私の状態でも分かるかもしれないけど、やっぱ知らない人とかはずっと足にいたんでしょっていう、そう、なんかすみませんって感じなんですよね、本当に。そのあんまりいなかったから、アクターズっていう名を背負いきれないんですよね、私。そのアクターズって言われてもうーんっていう、その納得がいかない自分で、なんか本当にすみませんって感じ。ね、いやだからそのショールームとかも
わかんないからなんかどういう風に配信したら楽しいのかとかいろんな企画をやっているけどやっぱ私その全部なんか途中で置き去りになってたりするんですよね。あの字は今日やっと終わったけどウクレレとかも手話とかもあるしあのそうなんですよね。ファンの方もアクターズの人っていう風に思ってない人あのそうファンの方もそうアクター私がそのアクターズの人っていう風にそう思ってない人もね中にはいるんだよね。なんかそう認めてない人もいるそのアクターズ生じゃないみたいなこの子はみたいな、いやなんかそれはそれで悲しいじゃん。でもアクターズ生だよねって言われるとまたそれはそれでうーってなっちゃう。だから難しいんですよ自分の立場ってものすごくなんだろうねそうわがままみたいな そうなっちゃうんだけどわがままみたいに聞こえるけどうーん普通に入りたかった。なんかそういうふうに変な名がつくんじゃなくわがままかもしれないけどね。まあ、ナピはナピです。だからそのお話し会とかその最初のイメージとかでそのまま来ちゃうとそのままでいるとあの楽しくないんだろうなとか戸惑うんだろうなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど今のナピはまたちょっと違うので一段階またねレベルアップしてるのでもうどんどん来ちゃって大丈夫です。もう今のね来てくださる方ってものすごく楽しいって言って来てくださる方が多いのであのぜひ来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。シナールのね約1時間かけるとはどういうことでしょうか。まあ再開ちょっとね闇のオピが最近ものすごく多いのでこういう感じになるんですけどまあ、年齢なんてただの数字なのでそうだから14歳だからいけないとかそういう風に思わないでほしいですはいそうでは行きます。30位ホリちゃんさんありがとうございます。なんかさ3つホリちゃんさん小さくなっちゃったのごめんホリちゃんさんみたいな感じになっちゃってそう年齢なんてただの数字ってドクターチョコレートっていうドラマであの8歳の子が手術するあのドラマなんですけどそういうね名言があるんです。私はその言葉すごく大事だなって思ってます。本当にそう。年齢なんてただの数字。まあね、それに伴っていろいろとあることはあると思うけどね。29位、おたとんぴさん、ありがとうございます。28位、きまいらさん、てきありがとう。27位、キュアノアピさん、ありがとうございます。お疲れ様です。プレッシャーあるけどね、それはそう、うん、あーギャップがあるのね。なるほど。26位、おびわのあきさん、ありがとうございます。ありがとう。25位、瀬戸内マリンビューさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。24位、松本池屋さん、ありがとう。
23位、ヤンさん、テキブリマチありがとうございます。22位、ウエスタヒカリさん、テキブリマチありがとう。21位、ウラブさん、テキありがとうございます。はい、20代の方、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして優の未来まだ明るいとか、ナピがいるから大丈夫とか思ってる方は、お早めにナピのところに来ないと本当に果物のように腐りますので、よろしくお願いします。まあ、どういうことかっていうと、そういうことです。早めに来ないと本当にそのナピは未来のセンターだよねとか言ってる方々とか特にそうなんですけど、お話し会に全て全部していただいて、ナピのところに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。やっぱね、今からの積み上げがね大事なのでね、よろしくお願いします。いきます。20位、ガッチさん、力ありがとうございます。19位、ピピトマトさん、力ありがとう。18位、マサさん、力ありがとうございます。17位、アキエさん、的ありがとう。16位、シンジくんさん、的ありがとうございます。15位、いちごしょうぼちにこさん、的ありがとう。14位、おうし座のムーさん、ありがとうございます。それで、ずちろりさん、的ありがとうございます。せいじさん、的ありがとう。11 is no pip. OK。おめでとうございます。まこさん、的ありがとう。はい。皆様、ありがとうございます。Thank you。2.5期研究生で昇格への道みたいな感じで、今ニュープロジェクトっていう YouTube チャンネルが始動してるんですけど、その企画もそうなんですよ。3人は歌が上手いから放課後音楽祭やって多分楽しいし得意だから、なんかさぞかし楽しいんだと思うんですけど、たくさん歌なんか発表会でねやってきてるしね、歌歌ってるし上手だし、実際いいんだろうけど、大して私はそういう状態ないよ。なんかどういう状態かっていうと、まあ嫌い、結構ねその辛いよね。 2.5 でこうやってね活動してると、そのやっぱ3人はすごいっていうでね、歌唱力とかもねひどいことになってまあ21位だったかもしれないけどね、ひどいことになって、まあ、ジャズも出れません、なんたらできません。比べる人がたくさんいるんですよ。ナピはナピだっていう方も多いかもしれないけど、やっぱね同じ同期だとものすごく比べられるんですよね。だから、そう、なんかね、バイオリンに置き換えてもらえたら、なんか、その、わかると思うけど、なんだろう、
まいよ。だって化粧いけるじゃん。化粧いけてないのよ。マフだけだよ。残念ながら。まあ悲しいよね。残念。まあそのバイオリンで置き換えたらさ、他の3人はバイオリン弾けないけど、ノベはできて当然でしょっていう、そうなんか、まあそういうことですよ。だって比べるじゃん結局ね。まあ、そういうことなんですよ。だから難しいよね。バイオリンでやったらその3人はそのきついけど私は楽しいし、そのバイオリン、なんだろう、楽器でやったら放課後の最後私は楽しいけど3人はきつい。じゃあ歌でやったら3人は楽しいけど私はきつい、そういう状態。なんかまあ OK? 伝わそう、まあそういうね感じなんだよね。なんかそんな、なんか闇のオピを発動しないでって思うかもだけど、やっぱね、あの活動してるとやっぱそういう気持ちがね芽生えるよね。しかもどうしてもやっぱそのカメ声して言うとか見たいとか、他のツイートどうやね、どういう風にしてくださってるんだろうとか、ちょっとやっぱツイッターその X 見ちゃうじゃないですか。なんか見たくなくても1週間見てない時期もあったりしたんですけど、そう、まあ、そういう中で頑張ってるんですよね。でのまあなんかその知っておいてもらえると多分分かるんじゃないかな。あ、そうそうそう、そういう感じがいいよね。3人は歌で私は楽器っていう風にしたらいいよね。でも得意分野でこういう風にその昇格できないっていうのは結構きつい。頑張ってそうコンセプトがあるから、そう楽器とかそういうの、学生、私も一応学生だからその学生バンドさんと一緒に盛り上げるとかそういうのがあるからね、いいよね。なんか、音楽は楽しんでる。もちろん音楽は楽しい、音楽自体は私大好きだから楽しんではいるけど、うそのなんだろう、伝わるかな、その比べられたらきついって話なんかまあその技術が全てじゃないっていう方もいらっしゃるし、そのやっぱね私もそう思いたいけど、やっぱ絶対言うじゃん 2.5 期研究生 2.5 期生はみたいな。ねえ、きちいぜそう、まあ伸びにはねたくさん伸びしろがあるっていうことは一番だからいいんだけど、だから伸びしろが一番ある子に押しましょういや他の3人が割れてないみたいに言うけど、いや違うよ、なんかここからここに行くのが難しいから、その伸びてる最中の伸びを、はい、ぜひ応援してくださると嬉しいです。泣くね、こんにちは。では、はい、あのもうね、もうすぐ、あれ10代の方とお礼した、あ、10代の方とお礼したか、ミケネコさん、ありがとうございます。
確かにちょっと濃いめだね。ナインイズノノ、たぬきありがとう。イッイズハイジェットさんありがとうございます。セブンイズマイキさん的ありがとう。6位イズハムさん的ありがとうございます。フィッイズハギピさん的ベリマチありがとう。フォッイズデビットさんありがとうございます。あ、考えられた。セイズジョーカー使うとヨルコバさん的ありがとう。4巻です。次回です。キノコカのポポさん的ありがとうございます。フレッド・イズ・ナオさん、イケリガート参加です。ありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。ちょっと待って、私気づかなかったんですけど、ゆくうさぎ2本ありますか、もしかしてですけど。ちょっと待って、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 今気づいた、今気づいた。待って、消えた、消えた、消えたんだけど、最悪。待って、増えてる、増えてるよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、増えてるよね。ピピピトマトさん、え、めでたいさん、ピピピトマトさん、なん、ん、1位になってる。あれ、めでたいさんタワー投げてくださった、くださったでしょ。もう1本増えてる、ピピピトマトさん、もしかして、え、ナオさんはどうした。待って待って待って、ごめん、気づかないうちに。ちょっと待って、ん、ピピピトマトさんはどうした。ゆくうさぎくださった、あ、ナオさんがくださった。なるほど、あ、なるほど、ということはナオさん、うん、オッケー、うん、じゃあナオさんはこれですね。ありがとうございます。トマトさんはまあ後出ていいか。ナオさんありがとう。ちょっと待って、ナオさんリクエスト曲とかってあったりする。よいしょ。はい、そうやってジョーカー使うとヨルコブさん、リクエスト曲あったら教えてください。そしてチカンです、キノコカのパパさん的ありがとう。フレッチ、ナオさん的ありがとうございます。室並べのね、お礼でね、ちょっとね、歌いたいんですけど、ありますか。こんにちは、ありがとう。 Thank you very much。 なんかおいしい、変？あ、本当？それはごめん。おかしい部分あったかな？気のせいじゃない？ごめんね。はい。はい。ありがとうございます。なおさん、もしリクエスト曲あったら歌うので教えていただけると嬉しいです。あ、風を待つ、オッケー。じゃあなおさん風を待つでいきます。
デイビッドさんとジョーカー使うゼロコブさんあれかなファーストラビット OK わかりました。あーお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 ーすごいさあおえーあーはい73えー第70回にて第3弾おめでとうございます。さっき見てた夢は思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I just love you 愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても I wanna see again、 ただ会いたくてそれは恋と気づいた今更、まるで凍っちゃったんだ風のように。僕は何もできず凪の中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か、夢は見続けてるか。風が吹くよ入江を抜け、街を見てた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I got a loving you 溢れる気持ち、どう話せば伝わるだろう。 I wanna hold your hand 抱きしめたいよ、波のように切ない願いを。やるわ
としてある。まあ今ね、ファーストラビットをまたちょっと次のやつでやるわ。だから、ちょっともう一曲ある。その間にね、ジョーカー使ったよ、考えとこう。ね、ある？何にしようかな。そう、ありますか？あ、マックス時あるかな。それな、ちょっと待ってね。よし。Please wait。ああ、間を取っちゃダメマックス、あれ、なんで、もうマックス、消えるんだが、なんで、なんかカナカナとエースで切り替えるとマックス時打ちたいんだもん。そんな機械マッチとか言わないで、機械結構強い方なんだから。受験やった。しごくんさんありがとうございます。NGT48 さんでね。確かに検索するとできそう。あ、いけた。Okay.
雪もやがて溶けて大地は新しい芽を出す苦しいことも悲しいことも喜びに変え笑顔になれいつだって明日は来る未来はいつも思ったよりも優しくて風景が海に滲んでくる夢が叶うとその想いが溢れ出して瞳から伝えたくなるI'm not afraid to die.
足りない。トナピちゃん、君のすべてを守りたい。何も言わなくたって。二人のタイプが言葉以上に愛を伝えるよ。ふぅ。ふぅ。今からね、ノーピもね、あの X ツイートしたいと思います。ポストしていきます。いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、いただけた方はね、わかると思います。11月分のお礼は3時、15時15分から行いたいと思います。その後に、ウォーカーのお礼をさせていただきます。あら、親戚の、そうか、しょうがない。良いお年を。ありがとうございます。あら、マジか。ということはもう先に歌っちゃうか。ちょっと待って、ちょっと待って、よし、じゃあ歌っちゃおう。ちょっと待ってくれる、ペリさん、ちーと待ってもらっても良い。はい、だだだだだ、
しました。じゃあちょっとデイビッドさん先に歌っちゃいます。デイビッドさんファーストラビット第71回のですね、はい、第71回24位の時の、はい、第4巻おめでとうございます。4位4巻おめでとうということで、ちょっと本当はねもっとなんですけどちょっとここからカウントさせていただきます。では聴いてください。ファーストラビット。やばい音ちっちゃう気づかなかった。Oh
ポテト王家のね、俺もね、今しないといけないと思うので。またね、パピの応援よろしくお願いします。これからもありがとう。こんにちは、ありがとうございます。では、はい、ここでスヤロのあれを歌終わります。ありがとうございました。ちょっとね、ミレザイさんのタワーのお礼を一度ちょっとさせていただこうかなというふうに思います。AKB さんでチューしようぜを歌わせていただきます。あーわー、はい、入んない、おー入った、
タイさん、よくうさぎ、たまてきありがとうございます。ありがとう。はい、中心音声を歌わせていただきました。15分になるので、11月のタワーのタワーじゃない11月11月の質問のお礼をさせていただければいいなと思います。よろしくお願いします。11月ね、誕生日の月ですね。させていただければいいなと思います。こんにちは。では行きます。100K は使ってほしいにゃーさん、ありがとうございます。マキちゃんおめでとう。99エズフルタルトさん、ピキありがとうございます。98エズギオンコートさん、ピキありがとう。97ロロリさん、ありがとうございます。ピキありがとう。96イマコさん、ピキありがとうございます。95位シスタードラゴンさん、ありがとうございます。94位アイテルさん、流れ星ありがとうございます。93位ピピピントナピさん、ありがとうございます。イエイイエイイエイ。92位クロノススターシスさん、クロノスターシスさん、ありがとうございます。91位タイヤさん、ありがとうございます。はい、皆さん92代の方、ありがとうございます。このアピのカードでね、やってくださってるだけで本当に私は嬉しいので、ありがとうございます。ありがとう。続いて90位しおりさん、ありがとうございます。あ、ちょっと待ってね、テロップをね、変えます。すいません、永遠とね、10月のシティナルベの俺って言ってます。89位しおりんさん、ありがとうございます。あ、伊藤さん、ありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。88位たかしさん、ありがとう。すごいたくさんの方がナーピのルームに見に来てくださって本当に嬉しいです、ありがとう。87位、へなくんさん、ありがとうございます。86位奥行きさん、ありがとう。85位シュウさん、できるりまでありがとうございます。84位リットチャームさん、できありがとう。83位
むにゃ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 糸さんありがとうございます。こんにちは。82、さくんさんありがとうございます。81、伊豆マイキさん的ありがとうございます。ごめんなさい、ここでちょっと間違って入れ替わってしまいました。本当申し訳ないです。ごめんなさい、申し訳ございません。マイキさんとさくんさん、すいません。はい、80代の方皆さんありがとうございます。私ね、これね、ちょっとやってみたい。いくよ。アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんて呼ばないで、私はいつでもあなたを見てる。こういう歌い方をね、ちょっとさ、アイドルなんて呼ばないでやりたいよね。めちゃめちゃあのベイクして歌ってみたい。学校に行く途中で待ち伏せる、どんな男子にも興味ない、携帯で隠し撮りされとって、きっとそっけない表情でしょう。愛されるより愛したいの、遠い場所から憧れてる。人には言えない片思い、アイドルだって恋をする、アイドルだって恋をする。私も普通の女の子です。感じ。普段はね、こんな感じじゃないからね。この後にさ、それが最後のキスだと今知ったって言ったらさ、面白いよね。急にさ、それが最後のキスだと今知ったみたいな。やばいやばい。あさみで僕ジュリーやったら多分、それが最後のキスだと今知ったみたいな。キャーみたいな。絶対に絶対にありえない僕ジュリー。雨に打たれても溢れる涙も拭わず、悲しみのその向こうに未来信じているよ。じゃあでは70位台の方いきます。ちょっとアザピしんどいですね。ヤバミ、80位、塩田さん的ありがとうございます。79位、なこちゃりさん的ありがとう。78位、レプリカクルーズさんありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとう。77位、ありがとうございます、マコピーオンさんありがとう。76位、アサリとだし巻きさんありがとうございます。75位、ヒヨシエサールさんありがとう。
74位、いのいのさん的ありがとうございます。73位、しげさん的ありがとう。72位、瀬戸内魚類連合さん、ありがとうございます。だし巻きって言うんだ、ごめん、だて巻きでした。71位、空色奇跡さん的ありがとうございます。70位台の方、皆さんありがとうございます。ありがとう、 Thank you very much。みんな見てー、でーでー、録画全部カクカクしてるの。さあ、この中に一つだけカクカクしていない録画紛れているかもしれません。それはどこだ。いきます。70位、ジョジョッピーさん、ありがとうございます。69位、うたちゃんさん、ありがとう。68位、アルフィーさん、ありがとうございます。67位、スタッカーさん、ありがとうございます。で、66位、12月の鍵さん、ありがとうございます。65位、ハリポッターメガネさん、ありがとうございます。84位、オイキーさん、ありがとう。60代。63位、石川先輩さん、ありがとうございます。先輩。62位、ひたしさんごさん、ありがとう。腕を上げ続けると結構しんどいですね。61位、ゴロツキネコさん、ありがとうございます。はい、60代の方、皆さんありがとうございます。正解は68と66の6でした。探してみてね、見つけられたかな。はい、ありがとうございます。ちょっとずつね、腕が結構しんどくなってきました。はぁ、68と66のでした。2箇所ありました。1箇所じゃありませんでした。古いバイクで電灯を目印に夏の近くへ君を連れて、では、いきます。60位、アレクシオスさん的ありがとうございます。よいしょ。59位、カイさん的ありがとうございます。58位、リノチョリさん的ありがとう。57位、キプトシンさん、ありがとうございます。56位、チャリーさん的ありがとうございます。55位、夏の電気屋さん、ありがとうございます。54位、もやもやさん的ありがとう。53位、ポッポさん的ありがとうございます。ポッポッポー。52位、おはこりぱんとうめいさん、ありがとうございます。51位、たかちゃんさん、ありがとうございます。
50代の方皆さんありがとうございます。こんにちは。嬉しい、ありがとうございます。こんにちは。では行きます。51日みかんさん的ありがとうございます。49位あきぴさん的ありがとう。48位マジックリーさんありがとうございます。47位エリアルクさんありがとう。 Thank you。 46位ノーピーの犬とワンさんありがとうございます。45位シューキャンさん的ベリマチありがとう。44位メロンのあそこさんありがとうございます。43位チーマルさん的ベリマチありがとうございます。42位ユーサクさん的ありがとう。41位、GTJ さんありがとうございます。はい、40代の方皆さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。パチ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 、こちらこそありがとうございます。では続いては30代の方ですね。ありがとう。38位チャリマーさん的ありがとうございます。チャリン。37位アキモさん的ありがとう。36位タイミスさん的ありがとうございます。35位シナモンロールさんありがとうございます。シナモンロールさん。34位、バトウキドさんありがとうございます。33位のぞみおもいえさんありがとうございます。32位マイリンライナー75号さんありがとうございます。31位フルセティングアイスショームーンライトコーチさんおめでとうございます。皆さん、30位台の方、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう。Thank you very much.では続いて20代の方いきます。
三年一ゆめさん席ありがとうございます。29位ヤンさん席ありがとう。28位、堀ちゃんさん席ありがとうございます。え、よく買ったね、前しかもかねえって。27位、瀬戸内魚類連合さん席ありがとうございます。26位、ブルーマンさん席ありがとう。25位、センシさん席ありがとうございます。24位、誕生日おめでとうさん席ありがとう、嬉しい。23位、NWP チャンネル登録者ガンさんありがとうございます。皆さん、ニュープロジェクトのチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう。22位、イズお佐藤さんありがとうございます。22位、イズありがとう。男性曲テケビさんの曲、してるのでお礼にしちゃいます。ブルームさん、ブルームさん、シティホイテッドウォーカーの、応援もありがとうございました。19位、ガチさん的ありがとうございます。え、名前が同じ、トマト嬉しい、ありがとう、トマト。ね、マオピです、よろしくお願いします。18位、シンディカさん的ありがとうございます。17位、イズカルコさん的ありがとう。16位、アキエさんありがとうございます。15位、いちご消化コピニーさんおめでとう、カオサオニーさん、Thank you。 ね、イエイ。14位、ゆけねぽさんありがとうございます。13位、ごちにごいさん的ありがとうございます。12位、きまいろさんありがとうございます。11位、チロリーさん、おっきいおめでとうございます。はい、10代の方皆さんありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much。
でも続いて、あ、危ない危ない、ちょっと待って、スクショもう一回させてください。おめでとうございます。次回です。はるさん、提供ありがとうございます。フレッツ、なおさん、提供ベリマッチありがとうございます。なおさんも4巻おめでとうございます。はい、もしリクエスト曲があれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。忘れてる？嘘。24も書いたよ。ありがとうございます。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。そして、ああノアしか来た、アットマークの次のやつは書かないというふうにちょっと決めているので、そうなんです、すいません、アットマーク書いてるとねキリがなくなったりするので、はい、アットマークの次は書いてないようにしてるんです。ちょっとね、たまたまね70回のやつは書いたりする方とかがいらっしゃったので、すいません、ごめんなさい。基本的にはね、書かないようにしてるんです。はい、全部ね、名前で繋がってたら書いてするんですけど、はい、すいません、いつもね、名前を呼んでるお名前でね、はい、書かせていただいております。聴覚クオテルコムさんのサイドありがとうございます。セカンド映像、ハルさん、ありがとうございます。フェルス、ノーさん、ありがとうございます。ハラ、寿司来なかった、悲しい、ありがとうございます。ありがとう。
な。じゃあまあ楽しい感じでいくかな。じゃあなおさんはちょっと今歌ってる間に決めていただけると嬉しいです。では浄化使おうと喜ぶさん、3位よ、五冠すごいですね、おめでとうございます。では歌っていきます。Yeah.
青さん、あの4巻で、あのファースト4巻なので、あの歌ってほしいなっていう曲ありますか？あのもしあれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしたらね、アオさんリクエストの曲歌いますので。もしなければね、スノービーリクエストで歌っちゃいます。ではちょっとその間にゴーゴンさんの花火タワーのお礼をさせていただきます。ゴーゴンさんいらっしゃるかな。うん、歌いますよ。では行きます。あ、なおさんリクエストありがとうございます。あ、まだだ。なおさんリクエストは、このゴーゴンさんの、お礼をさせていただいている間にちょっとよろしくお願いします。ではゴーゴンさんプレゼント。あ、間違えた。これはこれ声じゃないとダメ。これでこうしてこうしないとで、これで OK。 あ、何かな何かな。お母さん 年忘れ花火タワーありがとうございます。それではお母さんとりあえず皆さん楽しんでいきましょう。ありました。花火の好きな曲でいきます。まさかこんな日が来るなんて思わなかった。憧れてた先輩から不意に声をかけられた。私の名前知ってたことびっくりしちゃう。バスケットのインターン応援に来てと周りの友達が囃し立て
がとうございます。ではラモさん、私のね好きな曲で良いとおっしゃってくださったので、好きな曲にしよう。おめでとうございます。ではお礼に歌を歌っていただきます。いきます。天国野郎。
おめでとうございます。1月中にできたらいいなと思っておりますので、はい、またねその時にご報告いたします。よろしくお願いします。楽しかった、ありがとうございます。ありがとう。では続いてのねエステポテトウォーカーのねお礼をね、この時間から配信やろうかなっていうのをね、はい、失礼いたします。ちょっと待ってくださいね。させてください。3000人の方が見に来てくださってありがとうございます。嬉しい、イエーイ、ナピちゃん嬉しい。ぜひ、ナピちゃんのエスチアワーをごめんなさい、私は STU ポテト 2.5 期研究生のモロクズのナピ14歳です。もしこのね配信を見てなんかちょっと面白いなとか思ったら、ぜひともこちらのピンクの、あ、こちらのハートボタンをピンクに変えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。ではね、これからね、はい、ツイートをねいたしたいと、いたしますいたします。日本語がおかしい。そんなのぴちゃんですが、よろしくお願いします。まずに攻めないと、悔いが残っから、ヒューヒュー、ね、6時15分頃から STU ポテトウォーカーの、お礼をねさせていただきます。6時15分頃からスタートします。よろしくお願いします。ちょっとね数字も読めないような感じになってしまってすいません。頭の中で変換できませんでした。今16って書いてあると6時って読みたくなるでしょねー。
しい。マドレーヌ、大好きです。お紅茶にめちゃめちゃ合うですよね、マドレーヌ。良きですよね、美味しい。マオさん、ありがとうございます。じゃあちょっとね、その間ナオさんもね、タワーをいただいたので、ナオさん、ちょっとね、歌いたいと思います。ウサギパワーをお礼をねさせていただきたいと思います。サンサン、サンサンプレゼント、皆さん楽しんでいきましょう。ゆくうさぎを開けて、ありがとうございます。いつだって左利き、私目を閉じて気づいたよ、あなた少し左上かな、ほらね唇固める、
ってなってるんですけど、まだまだ、終わってないので大丈夫です。来年まで終わっちゃってる予定になっちゃってて、私も今びっくりしてます。ポストに気がついて2024年最後の配信になってます。申し訳ない。2023年最後の、うまく入んなかった。そう、2023年最後の配信です。やばみすいません、ごめんなさい。はい、では15分になったのでね、スティーフォーテトーカーのお礼をさせていただきたいと思います。ではちょっとお待ちください。あ、めまいが、やばい、めまいがすごい。あのね、私最近ちょっとしゃがんだりとかちょっと座ってて立ち上がるとすごいめまいが起きるんですよ。あのね、やばいんです。びっくりなくらいめまいが起きるんです。ただいまです。いつもはね、足りてるよ。自分でもわかる。鉄分が足りてるってね、自分でもわかんないんだよ。待って、浮上してる。ちょっとね、のんびりできたらいいんですけど、のんびりもできないんですよね。あー、このまま寝ちゃいたい。おやすみ。見えない。でもね、ちょっとそんな感じ。ちゃんと食事しな。確かにお昼食べてないわ。今思い出した。そう、そういえばね、実はお昼食べてない。朝ごはんも食べてないの。マジ何も食べてなくて、あのお礼に追われてる。ちょっと食べようかな。選んでいい。なかなか頼むことはないけど、私カラオ
私もね、こうやってね、ちゃんとね、頼むことってないんですよ。どうしよう。オムライスもいいよね。なんで笑ったの？嫌だな。なんかひどい。軟骨だ。いや、あのね、普通ね、軟骨に目はつかないらしいよ。ヤンニョムチキンってみんな知ってる？なんかさ、ヤンニョムチキンをみんな食べたい食べたいよく言ってるんだよね。私、ヤンニョムチキンの正体がマジわからなくて。何？なんかつけたやつなのかと。あー、そうね。これにしようかな。いや、そうだよね。今ね、パスタにしようって言ったら飛び散るよって言われた。マジそう。これだ。あなたの初めに。うん。いや、そう、結局ね、おつまみ系になっちゃったりするんだよね。ピザにするし。甘すぎるのでね。パフェはさすがに私には甘すぎるのでちょっとやめときます。胸焼けしちゃいそうで。え？ん？ピザない？ちょっと待って。あ、それコロッと変わる。あ、でもなんかそこにあるメニュー表とこっちにあるメニュー表ってまたちょっと違うね。100周年の生田絵梨花さんがあの日本語のでやってる。すごい、いろんなのがあるね。私こんなにもなんか急にご飯見るとめっちゃお腹すくよね。なんででしょうか。それはですね、人間の本能なんです。なんかいいこと言ってる気がする。よくないけど。できた。家に来ちゃうやつ。家に来ちゃうやつ。ああ、ちょっと待って、外向けたりにした。ね、私ね、自分の携帯にね、偽スイカゲームが入ってるんです。なんか任天堂でやるスイカゲームって本ちゃんらしいんですけど、なんかスイカゲームっていう名の嘘のスイカゲームが入ってます。ウォーターメロンゲームって書いてある。今ね、こういう状態だいぶ積んでるんだけど、なんかね、スイカが一番最後じゃなくて、ここ
ココナッツが一番最後なんですよ。あるよね、知ってる？そう。こんにちは。でそれをちょっと入れてみたら偽だったっていうことに気がついて、あのめっちゃ気まずいって感じ。ありがとうございます。ではね、ちょっとね、あの ST48 ウォーカーのこれをさせていただきたいと思います。ね、私は今回あのこのような、はい、でもね、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。 ST48 ウォーカーのこのね、雑誌の中に、今回私は愛媛県にあの行って、葵さんとマイケルさんとサラピさんと私で一緒に行ったんですけど、これね、ちょっとね、びっくりなんですよ。私だけ表紙撮ってないの。もう悲しくて悲しくて、そう、ちょっとね、残念すぎます。まあなんか、そう、多分映えるスポットとかそういうのだったのかもしれないけどね、あの取り上げられたの。あの愛媛県に行って、選抜の方々と、あの今回スティーフ・ポテト・ウォーカーのこのショールームイベントで参加した方々って一緒に行ったんですけど、そう、いや、あのね、ノアピちゃん、その愛媛県に行って実はみかんのね、ジュースをいただいたんですよね。でちょっと皆さん、もし買ってる方がいらっしゃったら持ってきていただけると嬉しいです。一緒にね、ちょっと、ページ何ページとか言うので。でノアピちゃんが 2.5 研究生、あの3期生研究生全員集合っていうのが60ページ61ページに載ってるんですけど、ノアピちゃんね、この日めちゃめちゃ良くていい感じに写ってて嬉しいです。なんかみんなデザインがすごく、あのめっちゃ上手だなと思ってたので、そう、61ページになっちゃ載ってるんですけど、なんかね、わーすごいと思いました。みんなデザイン、なんかその絵とかがみんな好きな子が多いから、すごいなって思いました。でね、その後のあぴちゃんたちが写ってるのは、78ページから映ってるんですけど、今治美術館に行きました。でね、あのお土産にタオルもいただいたりとかして、めちゃめちゃ嬉しかったです。本当に嬉しいです。ありがとうございますって感じです。お手伝いを今ね、78ページ79ページの愛媛県の今治市のところを見てます。これはね、葵さんとこのツーショットの部分がね、私にとってお気に入りですね。あのなんか左、79ページの左上に載ってるんですけど、そうそうそう、あとムーミンのね、屋敷にも行って、あの思い出のね、今治タオルの美術館の思い出の場所のキリンさんとこではね、ちょっと人目のつくところだったので撮れなかったんですけど、あのなんかな、糸のお家ですね。このお家の中に入っている写真とかを撮ったりとかして、あのとても楽しい感じになりました。そうそうそう。でね、ポップコーン、あの79ページの右下のコットンポップコーンって書いてあるんですけど、めちゃめちゃすごい、あの実際見るとね、本当に大きくて、わーってなりました。あのめっちゃ再現されてるから、あの一瞬その本物に見えたってぐらい再現度が高かったです。なんかこんなポップコーンがあったらいいのになーって思いました。78ページの左下のやつにもね、これもね、ちょっと見ました。あのこういう風にタオルがこう製造されてるっていう感じので、あーちょっと興味深いなーって思いました。
で88ページになるとあのご飯をねそう食べたんですけどちょうどラーメン屋さんとあのご飯屋さんっていうのでそのカフェでちょっと分かれててなんか詳しくは全然分かれてなかったんですけどそうラーメン好きっていうのでマイケルさんと葵さんとでなってのあんまりねラーメン食べないんですって話をしてラーメン食べたことないっていう話をしてでじゃあみかんマドンナのねジュース本当に美味しかったですメロマンそうそうそうたまたまねこうあの2-2でうまく分かれたのでそうなんですよいい感じでたまたま分かれて本当ですか嬉しいここのねあのなんかサンドイッチが本当に美味しかったですなんかアボカドがな基本的にとても好きなのでアボカドとねいいかあのチーズとハムでいい感じにマッチしてて良かったですラーメンは嫌いではないんですけどあんまり食べないですうちその家族自体があんま食べないような感じなのでそうオレンジジュースですなんかね本当に酸味が効いてるものだったりとかあの甘みがすごく甘みが強いものだったりとかみかんジュースは本当にいろんな味がありましたなんか葵さんが飲んでたあのレモンを潰しながらそのコーラ飲むのなんかおおなんか酸っぱそうって一瞬思いましたでもなんかめちゃめちゃいいっていう風におっしゃってたのでもう今度もし愛媛行った際には行ってみたいなっていう風にちょっと思いましたはいマイケルさんが飲んでたアボカドのあのスムージーめっちゃ美味しそうと思ってちょっとねこれもまた飲んでみたいと思いましたでも私はこのショールームイベントを参加してなかったらこういう風にあのロケに行くこともなかったしあのこういう雑誌に載るっていう風なご褒美があるっていう風に聞いてなかったのであのとても驚いたし嬉しかったしなんか参加しててよかったなっていう風に思いましたあのなんだろう応援していただけたその皆さんにも本当に少し恩返しできたかなっていうふうに思います何もないじゃなくてこういうふうになって本当に良かったですありがとうございましたいや1位から5位の方までしかみたいな感じで書いてあったのでびっくりしたんですけどあの実はあずみんと2人で1ページって感じで87ページなんです1ページいただけたっていうのは本当にとても貴重なことなのでこの順位だったからこういう風になってよかったなっていうあの大きな1ページになってよかったなっていう風に思いましたあらまた LINE ありがとうございますこんにちはあの猫さんは猫さんになってるか多分同じ人物だと思うんですけど猫さんで大丈夫かよいしょちょっと猫さん本日ちょっとね遅れてしまいましたが SF ホテトウォーカーの応援本当にありがとうございましたありがとうこちらもねありがとうございましたまた来年もよろしくお願いしますありがとうややとしようまた来年ありがとうございますなんかたまたまねあずみんとあのランクが一
一つだけ違うって感じだったので、たまたまこういうページになったしね。楽しかったですこの撮影。ここにはね、実はまひなさんとあやぱんさんとかさこさんとか、いろんなね先輩方がいらっしゃいました。あとね、3期生さんだと一緒に撮ったのはあれかな、梶原美優さん84ページに載ってるんですけど、梶原美優ちゃんと、奥田結菜ちゃんと新井理亜ちゃんと一緒に、と安住でその計4人ではで撮りました。でもね、ちょっとねおかしい、とかで、ね、やってみたりとか、いやめちゃめちゃ楽しい撮影でした。スタジオねちょっと借りて撮ったんですけど、ね、本当に良かったな、本当にここのナックの方忘れてしまって申し訳ございませんでした。ごめんなさい。ちょっとね気まずい状態になりましたね。そう、ショールームこのイベント参加できてよかったなっていうふうに思いました。本当に皆さんありがとうございました。応援嬉しかったです。食べ物が来たと、はい、その通りでございます。2人って1ページってすごく大きいことだから本当に嬉しいです。めちゃめちゃ大々的に映るので、本当にありがとうございます。なんか感謝の気持ちでいっぱいです。なんか9枠とか頑張った日もあったので、なんか本当にありがとうございます。感謝。いや、年齢制限がある中でこういう風なすごく高い順位をいただいて行けたってことは本当にもうマジ嬉しい。なんかなんだろう、本当にやっぱ上の年齢の方は本当に強いなっていう風にいつも夜もできたりそのねするので、8時までっていうのは結構辛いんですけど、でも皆さんの応援のおかげで素晴らしい順位をいただけて本当にありがとうございました。ではお礼をねさせていただきたいと思います。ハンドレットユーさん、お聞きありがとうございます。ありがとうございます。もうハンドレットありがとう。続いて99マナビーさん、テキメルマチありがとうございます。いろんな面でねやっぱね不利なところありますよね。98奥高さん、テキありがとうございます。おめありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。97位マロンさん、ありがとうございます。センキュー、ありがとう。ありがとうございます。96位イモケンフィーさん、めきありがとうございます。応援ありがとう。
ありがとうございます。 Thank you very much。 続いて95位、レレレさん、レレレレレレのおじさん、ありがとうございます。ありがとう、 Thank you very much。 こんにちは。94位、Forever Love さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you very much Love。 93位、はるかわさん、ありがとうございます。ありがとう。こちらこそありがとうございます。92位、カミテルさん、Thank you very much、 ありがとうございます。応援ありがとうございます。ありがとうございます、 Thank you very much。 91位、イズオグリンさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。ありがとう。90位、ソコニーさん、ありがとうございます。ありがとう、 Thank you very much、 ありがとうございます。おい、ありがとう。89位、マライオンさん、ありがとうございます。おい、ありがとうございます。嬉しい、感謝感激、雨嵐。88位、ひろしさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。87位、ゼルゼル Q さん、ありがとうございます。 Thank you very much、 ありがとう。86位、キットシーさん、ありがとうございます。 Thank you very much、 ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。85位、こぼれくらさん、 Thank you very much、 ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。84位、ネップバザラさん、ハザラさん、ネップバザバサラさん、ありがとうございます。Thank you very much、 ありがとうございます。応援ありがとう。83位、きよしさん、ぜひありがとう。嬉しい、ありがとうございます。そして82位、かいさん、敵ありがとうございます。Thank you very much、 ありがとうございます。81位、ピクシンさん、ありがとうございます。 Thank you very much、 ありがとう、ありがとうございます。80位、カープアカデミーさん、ありがとうございます。 Thank you very much、 ありがとうございます。 Thank you、 ありがとう。
美味しいですね。のんびりやってみましょう。まだね、書き終わってない方とかもいらっしゃるので、多分ゆっくりやらないと。スタートね、結局遅くなっていくけど、多分なぜに紛れ込んでるの。フォローしたくありがとうございます。ごくさ、嬉しい。79位猫さん、先ほどもありがとうございました。私よ。二人いらっしゃる。多分こっちだね。多分同じ猫っていう方がいらっしゃって、先ほどの方はこっちですね。79位の方です。多分63位はまた違う方です。すいません、ごめんなさい、間違えました。すいません、ごめんなさい。はい、こちらの猫さんですね。先ほどは虎のに似ている猫です。はい、多分保険。78、ハチさん、ありがとうございます。ありがとう、応援ありがとうございます。77位、さすみたにゃさん、ありがとうございます。嬉しい。76位、クリスティアーノさん、ありがとうございます。 Thank you、ありがとう。75位、テトリスファイブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。74位、たけしさん、ありがとうございます。Thank you、 ありがとう。たけしさん、ありがとうございます。今年結婚はできません。のんびの年じゃん。考えとくね。お父には長寿で見てくださったの、もしかして YouTube チャンネル。嬉しい。目線を合わせる。トッキー、1950年さん、ありがとうございます。ねえじゃない。1953、ありがとうございます。だいたいね、こういう場合で1950年って思わないか。72、サモパさん、ありがとうございます。さっきさ、ウォッカとかさ、テキーラって出てきたからさ、もうって思ったよね。品種お酒の品種、その何、お酒の度が強い、いいよね。品種、お酒の度が強いお酒だよね。あれ、アルコールの度が強いな。アルコールの度が強い。で、お酒はね、二十歳になってからなんですけど、成人は18歳なのにね。そう銘柄だね。そうだね、品種ではない。あ、お話し会のお客様、皆さん今日までですよ。もっちゃんのところにおいでー。
言っちゃってください。はい。羊。羊さんがね。はい、そうですね。メイガさんだからこっち。羊さんはね、笑ってないよ。羊さん真顔で見てるから。メイガさんがよく笑ってる。メロンパンさんありがとうございます。 Thank you ありがとう。ちゃんとさ声が入るからダメなんだよね本当に。ありがとう。70位マキノさんありがとうございます。まあにこやかにはなるけど笑いはして、ありがとう。古い図書館の窓で首ちょん、体ちょん。そうだね、二人でちょうどいい表情。69位になりました。早いですね。そんな僕のことをなせろ、君は酒をしないで、いつも仕事で好きに座ってる。あ、ちょっと待って、のずみおこさん、のずみおこさん、もうちょっといいですか。もうちょっと待って、ちょっと待って。 This way OK。まずはみおんごさん、のぞみおんごさん歌もだパワーをいただいてるので、はい、16位のぞみおんごさん、てきべんまちありがとうございます。ノアピリクエストで風を待つはさっき歌っちゃったので、またちょっとね違う歌をね歌っちゃいたいと思います。語力がなくなります。なぜならば急だから。続いて、のぞみおこさんプレゼンツ、皆さん楽しんでいきましょう。まだまだ僕だけの時間がもう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに意識は捨てたい。
感じになっちゃって、サイズの予定が3位になっちゃったから
ちょっとごめん、ごめんね。ココさん、ありがとうございます。ではね、歌いたいと思います。ココピさん、プレゼンツ、皆さんありがとうございます。楽しんでいきましょう。